界なんて飛び越えていく、そんな覚悟が今ここにある。今回すげえデュエルしてんな。どうしよう、ここで。あ、でもせ、まあ、毎回、いけ。かまわんけ。おー、な、いや、厳しいね。久しぶりにこのカード見たわ。超量子、超量子、少量妖精アルファ。やばい、俺の好きなデッキかもしれん、これ。レッドレイヤー、いいの、なんか引き当てたっぽいな。あ、でもレッドレイヤー3枚選んでた可能性もあるよな。でもブルーレイヤー、ホワイトレイヤー、リッカラ超量子アルファンを一緒に手札に加える。墓地に送って正解のやつだった。ブルーレイヤーまで揃っちゃいそう。超量機関マグナキャリア。あー、エクシーズ超量機銃。あー、なるほど、そういうことか。あ、かっこいい。超量機銃エアロボロス。一番好きなカードは何ですか？結局アンティークギアゴーレムかな。子供の頃使ってたってのもあるし、なんやかんや。もう一回来る。超量機銃マグナライガードロー。あー、いいかも。使っちゃうか。マジックカード発動、サンダーボルト。さすがに、いや、あ、通っちゃった。うわ。あ、なんか効果発動しそう。するよね。ホワイトレイヤー。通常召喚ロックアンカー効果発動。マグナフォース、何それ、マグナフォーメーション。特殊召喚するのはアンティークギアフレーム。2体のモンスターでエクシー、あー、まあ、まあいいか、いけいけいけ、止まるな止まるな、エクシーズ召喚。間違ったとしても関係ねえ。アイガイオン効果発動。分かってる、エクシーズモンスターだろ。攻撃力2600に上昇、バトルフェイス攻撃。ああ、リッカラ2アルファ、あ、またか。アルファいねえんじゃねえ、実は。まだいたわ。メイン2。カードを1枚セット。ターンエンド。ブルーレイヤー。はい、
来るか。で、グランパルスそう来ると思ったので、ここでアイガイオンの効果を発動。エクセス素材を一つ取り除いてマグナライガーを戻す。あ、そ、こ、なに？あー、これを破壊するのね。なるほど、そう、せめてな。よし、調料カードデッキに戻す。あ、ちゃんとダメだ、あの止まらねえわ。もう一回チェーンしよう。はい、ランダムに1体除外で、その分、その分の攻撃力になる。おーし、アイガイオンが意外と刺さってる節あるぞ。マグナキャリアを1枚発動する。もう一回発動。手札1枚捨てて、あー、エクシーズモンスター3種類エクスタ、やばいね。何それ、フィールド墓地の少量、あー、ミスった、タイミング違うねこれ。あ、だったら今使えばよかった。やばい、少量新規をグレートマグナス、やばい。うえ、俺のアイガイオン、しまった。もうちょっと我慢して使えばよかった、アイガイオンの効果。うわっ、うわっ、うわっ、大変だ、厳しい、厳しいよ。三種類見せ、そのまた一体は特殊召喚し、残りを墓地に送る。うわぁ、ホワイト、レッド、ブルー。レッド引いたらやばいな。でもどれ引いたってやべえんだろうな。せめてブルーか。ホワイトだった。少量できて同じレベルになる。汚ねえ音が聞こえたせいか。マジでごめん。気のせいじゃねえ。自然、俺が今あくびしたぐらいか。対象のモンスター、エクシス素材にする。やべえ。呼んで ?4 種類以上だと少量カード以外の効果。やべえ。やべえ。うわぁ !3400。耐えられるかこれ。奇跡あるかこれ。ドロー。ああ、いや、いける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 ぞ、いけるぞ、いけるかもしれん。マジックカード発動じゃない、眼底剣ワイパー効果発動。どこまでいける。止められたら終わる。これしかないよね。アンティークギアフュージョン発動。そうだよね、これだ、やな。3体のモンスターで融合召喚、アンティークギアアルティメットゴーレム。バトル、いや、何、おーい。おかしいだろ。バカ強いじゃねえか。なんだその効果。何 ?2 種類1ターンに1度、相手メインフェイスとかずるい。自分のメインフェイスでやれ、せめて。対戦規模です。ごめん、もうちょっと、時間なのよ。今いる人以外はちょっと申し訳ないけど、また今度やらせてください、ぜひとも。うわぁ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。
気に入っていただければ、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。他にもツイッター等もやっているので、ぜひともフォローの方よろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかことうかい東四郎でした。またねー。